マリア・アンナ・カロリーナディ・サッソニアは、トスカーナ大公レオポルド2世の最初の日、ザクセン王大使マクシメリアンとヒのパルマ公女カロリーナの三女として、ドレスデンで生まれた。1817年11月、フィレンツェで大公子レオポルドと結婚。1821年、実の姉にあたるマリア・フェルディナンデが、大公・フェルディナンド3世の後添いとなった。 レオポルドとの間に参上を設けた。マリアアンナは国民に愛され、夫レオポルドとの夫婦仲は良かったが、男子に恵まれなかった。男子を埋めない悩みが健康の悪化と結びつき、医師たちによって、天地療養を進められた。マリアアンナは、気候の温暖なピサエ1832年に、移り住んだ。しかし様態は良くならず、 離れて暮らす夫と娘たちを案じながら3月24日に死去した。レオポルド2世は妻の死を深く悲しみ3月28日に遺体をフィレンツへ移して葬儀を行った。マリア・アンナはサン・ロレンツォ聖堂へ埋葬された。ありがとうございます。